皆さんこんにちは、長男のハヤトです。長男のハヤトです。三男のリストです。佐藤三兄弟です。トントンダンゴー。はい、ということでね、僕たち6月1日に誕生日を迎えたということで、今日は誕生日企画をやっていこうと思います。イエイ。もう25歳ですよ。実感湧かないよね。もう20歳になってわーって嬉しいってやってから5年だよ。もう早すぎね。なんか25歳になって変化したなみたいなことある？いや俺はね、じゃああやとから言ってみるか。俺25歳になってからの変化、俺は前よりも元気になった。どういうことそれは？なんかパワーアップした。モリ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 、あれかも。ちゃんと考えて行動できるようになった。あ、ちょっと大人になってきたみたい。学生の頃っていうのはさ、やっぱりその新体操だけに関して好きなことをこうやってるだけだったでしょ、うん、でもなんか大人になってみて、なんかすごいいろんな経験をして、ちょっといろいろこう自分の中で考えられるようになってきたというか、25歳になってやっと。まずあやとからね、そういう言葉が聞けること自体もちょっと成長感じますよね。でもまあ大体自分でそういうこと言ってる人に限って考えられないんですよ。まあじゃあ25歳はね、考えられるあやと、そう、なんか大人なあやということで、僕はですね、25歳になってたくさんお水を飲むようになりましたね。なんか最近白湯も飲んでない？そう。早く絶対朝起きたら白湯飲む。いや、なんかね、その白湯が効果的とかそういうのは別に思ってない、うん、だけどすごい心地いいのよ、白湯が。それ、あれだね、おじいちゃんだね。すごい心地よくて、最近すごい銭湯とかも行くんですけど、なんかすごいそういうね、お湯お湯に弱くなりました。お湯が好きになりましたね、すっごく。まあそこが変化かな。僕は毛が濃くなってきましたね。一日髭そんなに出て結構ダンディになっちゃうし。俺ヨシトがちゃんと髭ボーボーなところ見たことないよ。10代20代ピチピチ感はなくなったかな。あ、なるほどね。でも俺は逆にこの30歳とかに早くなりたくて、服装とかも雰囲気じゃん。おお、そういうのでどんどんその自分の理想の大人っぽさに近づいてきてんのかなっていう。確かになんか30代の様子とめちゃくちゃおしゃれそう。確かになんか渋い男になってそうだね。なんかこのね、僕たちの成長を皆さんぜひこれから見守ってください。お願いします。はい、ということでね、早速長くなりましたが企画をね発表していきたいと思うんですけども、はい、お願いします。今日の企画は、誕生日に自分たちの原点を振り返ってみた。はい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 、僕たちね、誕生日と言ったら、まあ、プレゼント交換から始まって、はい、手紙をお互い書き合ったりいろんなことしてきたんだけど、今回はね、母親からあるものを預かっております。へえ、ちょっと早速ね、皆さんにこうお見せしたいと思うんですけど、じゃ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 ん、キラ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 。じゃあ俺こっち持つか。僕たち3人のボス手帳でございます。これでね、ちょっと今ちょっと危うふやだったんだけど、生まれた順番とか何グラムで生まれたのかっていうのが明確に書いてあります。これこそ原点だよね。原点、うん、で、あとこれ3人を子育てするにあたってちょっと必要なことをこうメモったりしてたノートっぽいんですけど、母が言うにこれがなかったら育てられなかったらしい、俺ら、うん、言ってたね。それぐらい重大なノートですから。ということで最後にこちらがメインなんですけど、なんとね、今回母からお手紙を書いてもらいました。うわ、ちょっと恥ずかしいね。書いてくれました。なかなかこういう機会ないから、やっぱこのね、しっかり今日は読んでね、どういう思いでっていうの、人生初めてじゃない、こうやってちゃんともらうの。なんか本当にどんなことを書いてあるんだろうなっていうの、すごい楽しみですね。これも25歳の僕たちだからこそ読めるものなのかな。そうだね、うん、ということで、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。いきます、せーの、Let's go。 僕たちの原点、さてさて、まずこれ最初のページだね。これ母子手帳ってものを初めて見る。あったあった、出産の状態っていうところだね。そうだね、ここだね。まず平成10年6月1日。そうだね、それは一緒です。午前の11時7分に3人とも生まれた。いや俺が6分だよ。俺とあやとは6分。あ、じゃあ俺が最後に生まれた。そうだ、そういうことだ。そういうことで、だから、まああやとから生まれてんだね。そうやな、そういうことだ。あ、なんか昔だとやっぱその長男が最後に生まれてくれるみたいな感じで、僕たちもそこあやふやだったんですけど、実際は
長男、次男、三男の順で、うん、出てきた帝王切開で生まれてきました。これ帝王切開って書いてある、ね、無事にここであの僕たち一卵性の三つ子誕生というか。次あの体重いこうよ、体重みんな何グラム。あそう体重いこう、うん、あやとが俺が 1812g、 はやとは俺が 1858g。 俺の方ちっちゃいんじゃん。あやとの方がちっちゃいんだ。で俺が 2042g。 お前だけ栄養吸い取ってきたってことだね。ちょっとねやっぱ俺の方が大きいね、ここに関しては。ちょっとびっくりすることなんだけど、次身長。身長俺 41cm。 俺 40cm なんだよ、ぴったり 42cm。 今もあやとより高いじゃん身長。そうだ、 1-2cm ぐらい逆転したんだ。逆転したんだ。ここそんなことある。すごい面白。でもあるよ、なんかここにある保護者記録。裸にすると手足をよく動かしますか。この質問みんな一緒なの。何ページ。ギクッと手足を伸ばしたりするのかとか、おへそは乾いてるとか。確かに。こういうことちゃんとチェックするんだ。これ俺だけチェックしてある、もしかして。いやでも俺2歳ぐらいからはちゃんとね、1歳ぐらいからちゃんとつけてある。まとめて一人のやつをチェックして、みんな同じ症状ですよとかって言うのもありえるかもね。そうなの。3歳児の時、どんな遊びが好きですかっていうのにウルトラマンごっこ。そこちゃんと書いてあるんだ。ウルトラマン。俺も一緒だったんだ。3歳ウルトラマンごっこって。昔からウルトラマンが好きだったんで。どれ？ありがとうも一緒。俺もウルトラマン、3人でウルトラマンごっこが好きだったんだね、3歳の時は。とりゃアクロバット したくなるわな。ウルトラマンとかそういうスーパー戦隊とかに憧れてたらね。お子さんがいる方々よくわかってると思うんですけど、ね、僕たちこう初めて見たので、やっぱ改めてこんな、こうやって、ね、大変で苦労 しながらいろいろやってくれたんだなって思うとありがたいですね。いやでも、これ3人分だからね。そうだ。じゃあとりあえずその重要なね、その体重とか生まれた順番とか、分かったもんね、分かったところでそのノートに行きますか。そうですね。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーですね。じゃじゃん。これどんなことが書いてあるのか。これはあれですね。一時おっぱいミルク 15cc 薬。あ、そういうことか。これあれだ。あの多分ミルク、をあげた時間は、あの書いてあるんだ。確かに。そうだそうだ。こんな感じで、あやととはやとよしとの欄があって、ミルクあげた時間をこうメモってくれてます。でここなんだろう。今日パパと面会へ行ってきた。泣いて全然止まらなかった。書いてある。ね、ナンバー2も、もちろんこうやって爪切りした時間とか、ミルクをね、飲ませた時間をこまめにこうメモってあるんですけど、初めてのリンゴジュースを飲ませてみた。すごく変な顔をして飲まない。夜すごくぐずった。こういうことがいちいちメモってある。すごいね。毎日の記録が。下のコメントが結構面白い。面白いね。コメント書いてある。今日で4ヶ月目、3人ともミルクを結構吐く。最近テレビが大好きで、テレビを見ているとおとなしい。今日はすごく暖かかった。みんな蚊に刺された。ハヤトはいつも他の二人と違う行動をとるみたい。いや、最近ハヤトだけが飲む量多い気がする。昔からなんかちょっと。なんか問題児だった。あれ、その時の食いしん坊はハヤトだったのか。もしかしたら。こういうの見ると改めてちょっと泣きそうだよね。こことかさ、ヨシトはミルクまだ足りなさそうとか、ハヤトは泣いてばかりいたとか、あやと今日はおとなしくして寝てばかりいたとか、ね、すごいねこれ。すごいよね。これ10月5日の話なんだけど、初めて5時まで寝てくれた。ベビーカーを車につけっぱなししてしまって散歩ができなくて、みんなぐずぐず、特にハヤト。いやだって俺これハヤトは必ず2人より長く寝るらしい。いやすごいよこれ。毎日ここまでさ3人をちゃんと管理するってさ、大変なんだね。三つ子を育てるってこれだけ大変なんだよ多分。10月7日初めてスプーンで飲ませたんだって、で、あやとはすごく嫌な顔する、うん、はやとは全然飲み込めないんだって、
よしとすごく上手もう食べることに慣れてきてそっから食べる能力があったのかもしれないよ。あ、そうだ、これプロミスリングを作って足につけてあげた。ああ。わかんなくなるからイサンガみたいな。そう、生まれたのが6月1日なんですけど、7月11日の段階で、うん、多分わかんなくなるからプロミスリング、赤、青、黄色のもうその時から、うん、カラー分けて足につけたらしいんですよ。言ってでもうちのお母さんがそのよくさ TikTok のネタとかでもやってるじゃん、その番号をおでこに書いてとか足裏に書いて、それはなぜかっていうことを聞いたんですよお母さんに。そしたら見る見るうちにムチムチになっちゃって、まあ、成長が早いから。成長が早くてあのプロミスリングがもうパツパツであの切れちゃったんだって、うん、だからそこでもうそういう手段に至ったらしい。まあ、おでこに油性ペンで番号を振るとかそういう手段に至ったらしい、ね、じゃ最初からそういうわけじゃない。そう、最初からちゃんと、最初はそんな雑なことをせずにちゃんとプロミさんがとかプロミスリングを作って足につけてたらしい。確かに本当かよって思ってたけどさ、そういう理由があったんだよ。10月の19日、ハヤトがついに寝返りをした。ヨシとはもう少し、ハヤトはまだまだかけるにいいって感じですまだまだって感じです、まあ、なんかめちゃくちゃハート書いてある。この日機嫌良かったんだめちゃくちゃハート書いてあるこの日。確かに字の綺麗さでね、やっぱわかる。やっぱその日その日のね、やっぱ細かい行動とかね、印象残ったことをメモってやってくれてたんだよ。うわ、昼間ずっと泣いてばかりだったの、だった。でも、お風呂上がったら、あやと6時間、はやと7時間、よしと5時間半も寝てくれた。ね、そこが多分、うん、そうやって寝てくれてる時がさ、自分の本当に休める、そう、ところだっただろうからさ。だってこれ見てみ？それが物語ってる一文だって、これ。とにかくいっぱい寝てくれた、楽だった。この一言、今日、この日は。やっぱり寝てくれたら楽なんだよ。なるほどね。だって3人でしょ。だって1人がさ起きてたらそっち見なきゃいけないじゃん、うん、3人で同時に一緒に寝なきゃいけないんだよ。そうだよね。1人が寝ても見ない、休めないから。そう、大変だ。大変だ。3倍でさ、これを見てるとすごい感謝しかないね。いや本当にね、逆にこれを書く時間もどこにあったのかっていうぐらい忙しそうだ、ね、そうだね。これで3つ上にはお姉ちゃんもいましたからね。これだけ忙しかったら本当に入れ替わってるかもね途中でワンちゃん、これを一人でこなすんだもんね。すげえよ。なんかもう尊敬の域に達するね、ここまで来ると、まあ、感謝と尊敬と。ありがたいです、本当に。ありがとうございます。本当にありがとう。母には感謝ですね。だって今はさ3人でこう健康でさ、あのここまで来れたのもお母さんのおかげなのでね。ありがとうございました。いやすごいわ、感謝。もうすでにね、手紙読む前にも感謝。やっぱ俺らこうやって生まれて昔こういう違いがあったんだなっていうのが分かったんで、なんかちょっと新鮮だったね、うん、これを見ても今も昔もなんて言うんだろう、やっぱりあやとらしさがやっぱメッセージに残ってるし、やっぱはやとらしさ、よしとらしさっていうのも残ってるから、なんだかんだまあそのまま育ってきた感はすごいあるよね。25歳になっても変わってないんだなっていう。確かに、ね、そして今回もね、25歳になってもこうやって3人並んでんだなみたいな。確かに、なんかすごい不思議な気持ちだよね。感謝ですね。ありがとうございます。はい、ということで最後に今日のメインである母からの手紙を読んでいきたいと思います。どう、二人。いや、ちょっとこれは、ね、ちょっと俺はドキドキしてる。どんなこと書いてあるのかな。確かに、なんか楽しみな気持ちもあるけどちょっと恥ずかしい気持ちもあるよね。そうだね。じゃあ開封していきたいと思います。うわぁ、ドキドキする。めちゃくちゃドキドキするね、これ。俺、手紙弱いんだよな、マジで。字見るとダメなんだ、ちょっと。じゃあ、でもすごい綺麗な字で書いてあるよ。ほら。3人宛てに書いてあるんだ、ね。そう。じゃあ、心の準備はいいですか？大丈夫。OK です。早速、読んでいきたいと思います。あやとはやとよしとへ、誕生日おめでとう。25年間、いつも元気でいてくれてありがとう。3人を妊娠した時、私はまだ19歳。おばあちゃんはまだ若すぎる私のことを思って諦めるか、一人だけ残す方法もあるから考えてみた方がいいのではないかという提案をしてくれたけど、まだ
浅はかな私はただただお腹の中の3人が愛おしくて大切に育てていく角度を決めたよ。とにかく無事に生まれてきてくれるなら今後一生何事も、望みませんから神様お願いしますって、生まれるまで何回祈ってたことか。生まれてからの子育てはもちろん想像を絶する大変な日々だったけど、愛嬌のある可愛い3人に癒され家族や友人まだ小さいお姉ちゃんの力を借りながらなんとか乗り越えることができた。本当にみんなには感謝だよね。そして子育て中一番大変だったのは3人一緒に反抗期に入った頃、毎日のように私とバトルしていたことを覚えているかな。覚えています。その中でも今も忘れられない一言がある。三つ子で生まれてきたことが人生最大の汚点と言われたこと。やっぱり妊娠してきた時におばあちゃんに言われた通りにすればよかったのかもしれないって思ってすごく辛かった。無事に生まれてくるなら一生何も望まないって誓ったのだから何を言われても仕方ない。でもいい子たちなのは間違いないから絶対に大丈夫って信じてた。そこからは私がそんなに口出ししなくても自分たちで気持ちをコントロールしながらアスリートとして立派に成長してくれたよね。大きな怪我も病気もなく25歳になってくれただけでもありがたいのに、たくさんの方たちに愛される存在になっていく3人を見ていると、あの時の私の決断はやっぱり間違っていなかったよね。新体操しか知らない田舎者が、未知の世界に足を踏み込んで早2年、私にはわからないような大変なこともきっと3人で乗り越えて少しずつ前進しているんだろうと思います。3人の姿は SNS で確認することができるから安心ではあるけど、いつになってもやっぱり我が子は我が子、ちょっとしたことが心配だったり気になったり、でももう私が心配しなくても素敵な、ファンの方たちが見守ってくれているから大丈夫だよね。これからも地に足をつけて感謝の気持ちを忘れることなく、たくさんの人に愛される一卵性三つ子として、そしてハヤト、アヤト、ヨシトとして末永く活躍できることを祈っています。母より。個人個人にもね、一言ずつ書いてあるんで、アヤトへ、いつもみんなを楽しませることができる明るくて優しい子だったね。アヤトの優しさと天然なところに何度救われたことか。私のメンタルの安定剤でいてくれてありがとう。ハヤトへ、周りのことをちゃんと見ていてしっかり者の優しい子だったね。ハヤトのちょっと素直になれないところは私にそっくりで気持ちがわかるよ。本当は一番優しくしてみんなのことを考えてくれているんだよね。いつもたくさんのことを考えてまとめてくれてありがとう。ヨシトへ、何でも一生懸命頑張ることができて甘え上手な優しい子だったね。周りのことを癒すことができる大きな存在で、ヨシトの顔いただけで安心するよ。いつもみんなを癒してくれてありがとう。以上です。はい、以上母からの手紙でした。いやー、なんかやっぱり俺手紙弱いなーって思う。すごい、めちゃくちゃ声震えてたじゃん。いや、なんかね、やっぱ母の思いがめちゃくちゃ詰まってたじゃん。だからすごい、うん、俺らもまあ男の子だったからさ、やっぱ書いてあったけど反抗期とかもあったわけで、やっぱ何もこう考えずにこう言葉にこう出してしまったりとかっていう、まあ、でも、ね、僕たち言ってた記憶はあるよね。なんか僕たちとしてもすごい後悔でもあるし、うん、母親にね、寂しい気持ちをさせてしまったなっていうのはあるんだけど、やっぱでもそんな俺らたちも受け入れてこう応援して育ってくれた母親には本当に改めて、まあ、感謝の気持ちをね、本当に伝えたいなっていうふうには思うね。なんかうちの母ってあれじゃん、結構サバサバ系じゃん、うん、でありがとうみたいなことを言うけどさ、こうサバサバして結構なんか強い口調
でしかこう会話したことなかったからさ、すごい今の手紙をちょっと読んだらね、うん、ちょっと心にジーンとくるものがすごいあるの。やっぱり3人一番多分思ってるのはさ、うん、本当にこう3人でこう産んでよかったのかなって、うん、多分思ってるじゃん。泣きそうだよね。俺ら的にはさ、こう昔から3人で、まあ、歩いててこう注目ちょっとされるのもこうなんていうんだろう、思春期だったから恥ずかしいし、なんかやだなって思った時もあったけど、今思えば、まあ、そのおかげで楽しくやれてるし、応援してくれる人も大量にいるわけじゃん。一切後悔ないよね、うん。やっぱ、うん、書いてあったけど、なんかそう三つ子産むっていうやっぱさ覚悟って本当に相当なものだったと思うから、自分のねやっぱ命も関わってくることだし、しかも19歳っていう若さで、なんかそういったね俺たちを産んで育ててくっていうこうことを決めてくれたその若さで強さで、ね、強さ尊敬できるし、やっぱ感謝しかないよね。なんかこれを読むとめちゃくちゃ迷惑かけてきたなって、すごい今もね迷惑かけてばっかなんだけど、ね、本当にもっともっと活躍してこの ね三つ子ってことをメリットに、ね、じゃ一番はね多分3人が仲良く楽しそうに幸せでいてくれたら、多分それが一番ね、母親からしたら産んでよかったなとも思うしっていうのを思うんで、これからもっとねこれを機に25歳になった僕たち、さらにねこう書いてあったけど地に足をつけてしっかりそうですパワーアップしてもっと活躍できるように頑張っていこうっていうね、いい機会になりましたね今回もね。そうですよ、だってこの時産んだ母親よりも年上ですからね僕たち、だいぶ。そうだよ、25歳ですからもっとしっかりしなきゃね。じゃあということで最後ね、やっぱ仲良くしてる姿が一番だと思って肩組んでね。そうだね、お礼を言おう、肩組んでありがとういつも支えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いしますっていうね、うるうる来ちゃってなかなかこう喋れないんだよね、まあ、今回も結構ね本当に感極まってしまって、はい、手紙の読むのも結構グダグダだったんですけど、まあね、僕たちも結構初めてだったんで、すごい心に来てねっていうのがあったんで、すごい聞きづらいとは思いますけど皆さん、まあ、もちろん皆さんのねこう僕たちがこうここまで頑張れてるのは皆さんの応援とか支えがあってっていうこともねあるので、皆さんいつもありがとうございます。これから25歳になった一味違う佐藤さん兄弟をまた皆さんにお見せしていけたらなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、この動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後はね、はい、佐藤さん兄弟でした。バイバイ。